海の生き物に触れることができる磯遊び、その舞台となる小さな磯が今回紹介する釣り場です。必要な道具と準備について見ていきましょう。今来ているのは千葉県の南房総音浜っていう地区なんだけれども、港の近くにあるこう小さな磯に来てます。今回のテーマである小磯ってことですね。そう、小磯っていうのはまあこう明確な定義がある場所じゃないんだけれども、うん、港に隣接しているようなちっちゃな磯とか砂浜に点在しているちっちゃな磯場、アクセスしやすいので、まあ、家族であったりとかビギナーにも結構おすすめの場所です。あとはやっぱり例えば堤防とかすごい混んでる釣り場がいっぱいあったとして、その脇に歩くんで、まあ、人が少ないんで、まあ、穴場みたいな、だからその伸び伸びと割と釣りが楽しめるっていうのも魅力なので、それが好きでね、まあちょっとこう釣りある程度やり込んでる人たちもあえてこういう小場所に来て楽しんだりっていう人も少なくはないかな。なるほど。こういう小磯ではどんな魚が釣れるんですか？結構こう釣りのターゲットとして多いのはメジナ、ウミタナゴね。で、大きい魚で言ってももちろんメジナの大きいのも回遊してくるし、うん、こんなところで40センチのクロダイとかメジナとか、まあ、50センチ60センチのスズキとかが、まあ、こう釣れてしまったり、意外性というかね、そういうものも楽しめる釣り場かな。小さい魚だけじゃないんですね。そもそもなんで小磯には魚が集まるんですか？まず岩場というのはいろいろこう魚の住処になりやすい、身を隠せるような場所なので、はあ、魚がもともと寄りつきやすい環境が磯場なんだよね。岩場には海藻が結構生えるから、その海藻にこう卵を見つけて、そこから孵化したような稚魚なんかが生息している、まあ言うなればこう命のゆりかごというか、まあ、そういう場所なんだよね。しかも浅い岩場だから甲殻類や魚介類など魚の餌になる生き物も多いんですね。そうだね。こうタイドプールとかこう潮だまりみたいなところ、磯遊びができるような場所なんだけれども、やっぱ装備はしっかりした方がいいです、うんうん、なぜなら磯はとっても滑りやすいところなんで。まずね、磯っていうのは濡れたら滑りやすいところです。特に海藻が入っていたりとかってするとかなり滑りやすいし、うんうん、ツルツルな磯もあるのでね、とても気軽な場所で、釣りが楽しめるといえば楽しめるんだけれども、足元はやっぱりスパイクシューズであったりスパイクブーツであったりっていう滑りにくい靴を履かないと危ないです。スパイクシューズ？スパイクシューズはこう、まあ、ピンがついている靴なんだけれども、ラバーにピンがついているスパイクシューズとフェルト底にピンがついているフェルトスパイクというのが大きくあって、どっちでも大丈夫です。履き心地は違うのかな？フェルトスパイクだとソフトな踏み心地になって、まあ、快適性はあります。だからどっちでもいいんだけれども、ちょっとでも快適に釣りをしたいんだったらばフェルトスパイクの方が、まあ、おすすめですね。やっぱりこうゴツゴツしてたりトゲトゲしてたり、あと貝がいっぱい付着したりもしてるので、うん、掴んだりとかした時に、うん、手を怪我しやすいんです。いや、手元もねこういうグローブがあった方が安全です。傷ついちゃうと釣りをする上で支障が出るので、うん、やっぱこう手を保護するものは身につけてた方がいいですね。ただ
どうしてもね指先が結構細々使うので、指先がカットされているタイプのグローブの方が快適な釣りができます。あ、さらに怪我した時に備えて救急セットを用意しておくと安心ですね。絶対身につけなければいけないのは、まあ、ライフジャケット、うん、やっぱり、まあ、海なんでね、こう波をかぶったりとか転落したりとかってこともあるので、しっかりライフジャケットは身につけた方がいいです。磯場の場合は、まあ、いろんな小物が入るベストタイプのライフジャケットの方が便利なのと、自動膨張式のライフジャケットも、まあ、ないよりは着てた方がいいんですけれども、やっぱりそれが膨らんだとして尖った貝とかが付着してる磯も多いので、そういうところに引っかかったりするとやっぱり破れてしまう。あとはやっぱり、まあ、海の中に落ちちゃって、波に揉まれたりっていうようなことがあった時に、岩とかボン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 当たった時にクッションになるので、やっぱ身を守るというところでも浮力材が入ったタイプのライフジャケットの方がおすすめです。なるほど、万が一のことを想定しておくことも大切ですね。この背中側からお腹側にかけてかけるこう紐があるんだけれども、これを必ず股の下からこう通してカチッと固定して、また紐をしっかり股の下から通してやる。じゃないと落水した時にスポーンとこのジャケットが脱ぎてしまうこともあるので、しっかり体に密着させるということでも股紐は必ずつけてください。わかりました。こう流された時にどこに行ってしまうかわからないこともあるので、まあ、その時にやっぱり一人だと誰も気づいてくれない、まあ、自己責任の釣りではあるのでね、こういう釣りは。だからやっぱり一人で行くよりは二人三人で行って楽しんだ方が安全は安全ですね、うん、何かあった時に助け合えますもんね。正解は1番。やっぱり空のクーラーボックスとか、まあ、その浮力になるものを投げてあげて、でまずはその掴まれるものを用意してあげる。でその後に118番、まあ、海上保安庁に電話して、レスキューを呼ぶというのが、まあ、ベストな対処法です。まあ、気持ち的にはね、すぐに自分を飛び込んで助けてあげたいって気持ちになるかもしれないけれども、それだと一人だけじゃなくてね、助けに行った人も危険なリスクにさらされるので、浮力になりそうなものがあればそれを投げてあげるというのがベストです。なるほど。低体温症？低体温症っていうのは体温が35度以下になることを言うんだけれども、激しい震えに襲われたり、判断力が低下したり、呼吸が乱れたり、あと血圧が低下したり、本当最悪の場合はもう低体温症だけで、まあ、死んでしまうこともある。それぐらいちょっと危険な状態になってしまうので、そういう危険も考えて、まあ、対処した方がやっぱりいいですね。今回は浮き深瀬釣りで、まあ、ウミタナゴであったりメジナを狙ってみます。でそのための道具を用意してます。浮き深瀬釣りとは、浮きを使って仕掛けを自然に流して魚を狙う釣りのこと。巻き餌のコマセで魚を寄せて針につけた餌を食わせて釣ります。小磯はとってもアクセスしやすい場所の磯なんで、ロッドとリールと餌の入ったバッカンを、まあ、持って軽装でも、まあ、来れなくはないんだけれども、結構荷物が多い釣りではあるので、
いっぺんに入れられるものがあると便利。まずね、まあ磯に着いたら最初にタモ網をセットしておくと落とし物をしちゃった時なんかも救えるので、先にこうタモ網をねセットしておくと安心です。今度は仕掛けのタックルの準備をしていきます。まあ、リールの入ったらパックも中に入れてあって、まあ、竿がね、まあ、一応こう2本、まあ、磯なんで結構磯竿って繊細な竿なんで、まあ、折れてしまうこともあったりもするので、まあ、予備として持ってきてることが多いんですけど、でまあこの竿袋から取り出して、リールをセットします。こんな感じでね。なんだか見慣れないものがついてます。これ普通のスピニングリールでも別にこういう小磯であれば問題はないです。このレバーのオンオフで糸をこう出すことができる。魚がこう突っ込んだ時に糸を送ることができる。で竿の角度を立て直して竿をしっかり溜められるっていうような、まあ、メリットがある。まあ、磯竿もね、まあ、1号とか、まあ、1.2 号ぐらいがあれば十分だと思います。小磯なんでね。1号パワーですね。竿が曲がって魚を浮かせるっていう時のパワーが号数が上がっていくほど強くなっていくという感じなんですけど、今回使うタックルは磯竿の 1.2 号に、まあ、5.3メートル、長さは、まあ、5メートルか 5.3 メートルというのが多いです。でまあ、一番標準は 5.3 メートルと思っていただければなと。で今日用意したのは 1.2 号です。1号とか 1.2 号ぐらいの竿がこういう小磯にはまあちょうどいいパワーかなと。柔らかめの番手の竿を選んでもらった方が楽しい釣りができる。魚の引きも楽しいんでね。竿の先端についてるのは何だろう。磯竿のこうキャップにはこういうね糸同士のこういうものがあるんですよ、キャップに。でここに道糸の先端をこう通してあげて、でこのキャップを開けてこうしてねキャップを取ると、これでガイド細かいんでね、これを伸ばしてから通していくって結構大変なんですよ。だから必ずこのガイド通しを使うと、これだけ細かいガイドがいっぱいある竿なんでいっぺんに通ると。なるほど。まあガイドに糸を通したらば浮きをセットしちゃうんですよ。それが大事です。まあいろんな号数もタイプがあってね、こういう小粒もあればこういう大きなタイプもあるし、まあ、小粒なほどやっぱり魚は吸い込みやすいで、大粒なほど、まあ、あの抵抗が強いんですけれども、ただその分だけ潮に乗っけたりとか、まあ、あとはその大きな重りを背負えたりとかして仕掛けが安定しやすくなるというのが特徴ですね。まあ、今回こういう浅場なんでね、深く沈めて探るとかっていうこともしません。基本的には小粒でいいと思います。今回使う仕掛けは半誘導というような仕掛けで、まあ、こういう浮き止め、ね、浮き止めを使って、まあ、あの浮きをこうある程度のところへ止める仕掛けです。浮き止めを先に結んじゃいます。まあ、河川系のこういうアユ釣りとかね、渓流釣りなんかで目印でも使うウィリー、こんな感じでね結びつけて4回ぐらい輪に通してね、まあ、電車結びのこう片方っていうかね、こんな感じで浮き止めをセットしておきます。ちょっと長すぎるんでね、これだと適宜カットして、まあ、こんな感じで、さらにストッパーとして使うのが絞り玉ですね。これを通して、まあ、これを通してでさらに浮きを通します。浮きを通してで、これだけだとまあ、
まだ抜けちゃうんでね、下でも止めなきゃいけないんで浮きをね、まあ、こうやって状態にすると前はここからここまで浮き動きますよと、でここまで行ったら浮き止まりますよと、まあ、これを半誘導と言います。浮きがセットしたところで仕掛けを伸ばしていきます。竿を伸ばしていくときに大事なことが一つありまして、そのガイドの向きを合わせるということなんですけれども、こうガイド通しのねこうラインというのがこういうのがあって、これに合わせて伸ばしていけばガイドがね全部こう毛が合うんでね、ここにね浮きがついてるとね、ちゃんと仕掛けを張った状態で伸ばせるというのがメリットで、こう伸びきった後も糸がふわふわしているよりは浮きがあった方がこうキャッチしやすい、キャッチしやすいというかいろいろ次の所作がしやすいんですよ。だから、浮きを最初に結んで伸ばした方がいろいろと効率がいい。下はハリスを結んできます。こういう磯場なんで非常にまあプレッシャーのあるフィールドではあるのでね、あんまり太いハリスにはしない方がいいです。でハリスとミチ糸は、まあ、ストロングノットっていう結び方でやります。こっち側に、まあ、4回ねこうやって糸巻きつけたらこうやって上でクロスさせて、でミチ糸側を今度4回巻きます。でこういう状態ですね。これで締めてって、まあ、軽く締めらして引っ張る。あとは余分な糸をカットする。まあ、結び目をねやっぱある程度こう締めらした方がやっぱり摩擦熱でどうしても糸が傷んじゃうんで、ちょっとこう唾液で湿らせるとやっぱ結びが強い。基本はハリスはね1メートルぐらいあればいいと思います。最初はだいたい水深分ぐらいを、水深よりちょっと浅いぐらいの長さを目安に決めてきます。針はグレバリの5号からやってみたいなと。これ一応この G5 の浮きということで、まあガン玉をつけますけど、でまあ今回はこの G5 ということでね、まあ基本は浮きと同じ号数を、まあ、まずはセットしてみる。でこの重りをセットする位置っていうのもいろいろあってね、このハリスの真ん中に打つっていう方法もあるし、地元近くに打ったりとかね、いろんな方法があるんですけど、浮きの近くに打つ、これが基本です。それがこの浮力調整重り。魚を寄せるために、使う餌を入れるためには、まあ、そういう餌を入れる爆管が必要です。その爆管はだいたい35センチとか40センチとか、まあ、そういうサイズの爆管があって、まあ、それを用意するんですけれども、まあ、私が使っているのは40センチの爆管です。でその40センチの爆管を用意して、その餌を作ったりとか、まあ、いろいろ釣りをする上で、大事なものの一つが水汲みバケツ、コマセを調節したりということをしたり、汚れた釣り場を洗ったりとかですね、まあ、そういうものに使うので水汲みバケツは必需品です。それから、まあ、コマセを混ぜるためのこうマゼラーといったりとかですね、まあ、こうそういうこうコマセをこうかき混ぜて、練っていくときに使うマゼラー、あとは、まあ、コマセとは別にスケーサーをこう入れておくための餌箱もあった方が便利です。あと最後に、まあ、こう釣り場で釣りが終わりましたときに、まあ、ちょっとこうバッカンを当たったりとかっていうときに使うブラシ、まあ、これらがあると、まあ、コマセを使った釣りは楽しめます。コマセを巻く釣りなので、やっぱりこのコマセがなくなったらもう釣りが
終わりということもあって、やっぱこれを用意する分量っていうのは結構大事です。で、まあ小磯でね、同じ位置をこうずっと釣るような感じで、コマセの分量もそんなに巻く量も少なくていいというのであれば、例えばこのオキアミ、これ3キロ、このブロックの状態で3キロのサイズなんだけれども、この3キロ1枚と、まあ、こういう粉餌、これは2キロ分ぐらいの粉が入ってるんだけれども、このだけの組み合わせでできなくはないです。ただ例えばこれで釣りをして餌取りが多かったりとか、いろいろコマセをこう打ち分けたりとかっていう、いっぱいコマセを巻きたい人というか、そういう状況になった時のことを考えると、やっぱりもう少しコマセの量があった方が、まあこう一日というかね、長い時間楽しめるので、まあ、今回用意したのは、まあオキアミ3キロが2つと、まあこういう粉餌を2つ用意しました。まあコマセがなくなるとね、釣りができないということで、まあコマセのその用意する量っていうのは結構考えて、どれぐらい釣りをしたいのかなっていうところも考えて用意した方がいいです。次に作り方なんですけれども、まずこのオキアミを開けます。開けて、コマセとして使うオキアミなんですけれども、まあ、ここからね、つけ餌、まあ、針につける分の餌も使いますんで、カットして、でこの餌箱にね入れておく。こうやって小分けにしておけば、まあ、餌としても使いやすいので、つけ餌としてね、まあ、まずはこう固まってるオキアミをね崩して、まあ、僕の場合はあんまりねオキアミを細かくカットしすぎない感じ、まあ、このブロックの状態から一回こうやってね崩していく。こんな感じでオキアミを崩していくと、水を入れて、まあ、僕の場合はこうやってオキアミに先に水を含ませてから粉を混ぜていくので、ある程度こうオキアミに水分を含まして、こんな感じで入れて、そこから餌を入れるんですけれども、ちょっとこう粗い粒子のある餌と、すごいこう粒子の細かい餌があって、粒子の粗い方のね餌から、まあ、僕は混ぜてます。水分をねこういう餌にもいっぱい吸わせた方がいいので、オキアミをこう掘り起こすようにして、粉がこうまんべんなく行き渡るように混ぜる。でこっちの方が、まあ、多少ねこう粒子が細かい、ちょっと粗い目の粒子の餌とオキアミ混ぜた状態だと、いっぱい隙間があったところにこういう細かい餌がこう入り込んでいくことによって、だいぶこう締まってくるんですね、水分がびちゃびちゃだったのが。まあ、こんな感じでね、まあ、大体いい感じになったんじゃないかなと。こうやってコマセをすくって、こうやって固めて、ポンって打ってみてばらけないで飛んでいくという格好になれば大丈夫です。まあ、要はこうポイントを作る上でね、正確に打てなければいけないので、まとまって飛ぶということが大事です。わかりました。コマセを作る上でポイントはありますか？結構ね、そのまあ水分量が難しいとかっていう人たちも結構いて、ビギナーの方はね、まあ、こういうコマセの袋の後ろには目安が書いてあります。例えば今こう3キロをここに入れてオキアミ崩して、でオキアミ3キロプラスこの餌の1袋でプラス海水 1000cc と書いてあるんですけれども、ただ 1000cc の水って
海水ってどれぐらいなのって結構悩む方もいらっしゃると思うんで、そのためにね、例えばこうおませの袋には水量線が書いてある。でここまで水入れて、こう入れて、で混ぜ合わせればまあ大体いい感じの水の分量になりますよというふうになってます。まあそういう形でね、ある程度こう目安がこういう配合餌には書いてあるんで、まあ、それで作ってみるのもいいと思います。ここからは実際の釣りを見ながら必要な道具について見ていきましょう。基本的にこうコマセとこの付け餌をね同調させて、コマセに寄ってきた魚を釣るというのが浮き深瀬釣りなんですけれども、まあその流れとしてはね、だいたい最初にこう釣り場に立ったらね、一回コマセを撒いてみて、どんな魚がいるのかなっていうのをちょっと観察してみるといいです。でこうコマセを撒くと、この煙幕がどういうふうに流れていくのかなっていうのとかも見えてくるんで、コマセの動きを見て潮の流れを判断したり、オキアミはね、まずこの尾羽っていうんだけども、この尾羽を取ります。でこの尾羽を取ったこの穴の中に針を入れて、針先を入れて、で針軸は固定したまま餌を回すようにして上に上げてきます。それでこんな感じでつける。なるべく背中側に針を通すと外れにくいそうですよ。まあコマセが今どういう向きに流れているのかなっていうのを観察しながらね、今コマセは向こうのにこう出ていこうとして、その入り口あたりで溜まってるんですね。でそこに仕掛けが合うように投入して、まあもう一回こうやってコマセを撒いて、海の中を観察したり浮きを目で追いかけたりするから水面の反射は抑えられた方が良さそうですね。水面の乱反射を防いで、海中がよく見えるような、まあ、偏光グラスは必需品です。まあ、これがあるかないかで全然その海の状況の把握の仕方が変わってくるので、絶対にあった方がいいです。まあ、あるのとないのとではね、どうしてこう釣れたのかとかっていうことがやっぱりはっきり分かった方がいいんですよ。どんな釣りであっても気軽な気持ちで来て釣りをして、ああ1匹釣れたから2匹釣れたからいいやっていうふうに、まあ思う人もいるかもしれないですけども、やっぱ釣りってその釣れる釣れないの原因が絶対にあって、まあその原因が何なのかなってことを把握するためにも、やっぱりそれをこう補えるようなアイテムがあった方が面白い。だからやっぱり偏光グラスはあるのとないのではこの釣りは全然違います。まあ、ちなみに、まあ、ここで今、まあ、30分ぐらいねちょっと釣りをしてたんですけど、まあ、魚の姿は、まあ、見えないですここのポイントは魚がいなかったみたい。すぐ横にある小磯に移動します。釣れるかな。こういう、まあ、晒しがあるところは、まあ、風がね今こっち側の右斜め前から吹いてるんですけれども、まあそれによってどうしても仕掛けが押されたりとか安定しない状況なんだけど、晒しがこう足元から伸びてると、その流れにうまく仕掛けを乗っければ仕掛けが、まあ、いい感じに張れる、餌がそう先行してねしっかり流れやすくなるので、晒しをうまく利用した釣りをすると、まあ、こういう風が吹いててもね、仕掛けをしっかり流せる、魚が食べやすい状態で。浮きを見てると何が釣れるんだろうってワクワクしてきますね。おお、
ウミタナゴが釣れました。ウミタナゴ。ウミタナゴは磯周辺に生息する魚で、海の小物釣りの代表的なターゲット。冬に最盛期を迎え、最大で30センチほどに成長します。今度は何でしょう。ちっちゃいけど、これはグレです。はい。メジナ。メジナは磯釣りの定番ターゲットで、全国大会が開かれるほど人気。強烈な引きが釣り人を夢中にさせます。小磯という、まあ、場所はね、こう港の周りにいくつもあるんですよ。まあ、今そのちょっと西風がちょっと強くなってきたんで、風が避けられるような立ち位置の小磯に移動してきました。こういうちょっとね、水深があるようなポイントはもう少し浮き下を深くして、まあ、ここはだいたい2メートル、2.3 メートルとかね、まあ、そんなもんかな、それぐらいの浮き下にしてるんですけれども、まあ、やっぱあんまりちょっとそこにべったりくっつかないぐらいの水深、少し浮かして釣るようなイメージにして、で、まあそういうふうにまず最初設定します。でそれから、まあ、コマセをね巻いて、まあ、この時にコマセを巻く時に、まあ、なるべくそのコマセの動きを一回見とく。どういうふうにコマセが動いてるのかなと、こっち側に行ってんのかな、あっち側に行ってんのかなっていうのを見て、でコマセがこう滞留する場所があるので、そういうところをちょっと観察しておく。で観察しておいて、あ、もうこの辺に、まあ、流れがこうぶつかり合ってコマセが滞留するんだなっていうのが分かったところで、まあ、仕掛けを投入していった方が効率がいい。仕掛けを投入する。で仕掛けを投入したらば、もう一回今度はその浮きにかぶせるようにコマセを 2,3 回巻いて、あとはなるべくこう浮きに変な抵抗がかからないように流すだけで、これでしばらく様子を見て、浮きに変化がないかなっていうところで、お、これは怪しいぞ、乗った。お、まあ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 、すごい、なんだか大きそうですよ。ちょっと白いですね、これは。チヌーかな、クロダイかな。クロダイですね。クロダイです。タモ網用意しててよかったね。まあ、小磯はこういうね、クロダイも回遊してきますから。クロダイ、かっこいいですね。傷一つない綺麗なクロダイ。こういう何が来るかわからないっていうね、サプライズが結構あるのも小磯なんですよ。ちっちゃな釣り場なんだけど、思いがけないような魚に出会えたりとか、まあ、そういうのもとても楽しい。ちょっと待って、なんか便利そうなものを発見。これはタオルかな。餌をつけた後、やっぱどうしてもこう指先が汚れてるんで、まあ、そういうのをね、こう拭くタオル。こういうのが、まあ、磯釣りの、まあ、一つのマストアイテムと言ってもいいぐらい、まあ、必ずこれは持ってしまうです。やっぱ手がどうしても汚れる釣りなので、拭きながら釣りをすると快適なのと、まあやっぱね、タックルが汚れないですよね、その方がね。
お、これは乗っただろう。さっきより大きいかも。ちょっとハリス細いからね、強引にやりすぎると切れちゃうんで、こうやってレバーブレーキだとね、糸出しながら竿の角度をしっかり保って、じんわりじんわり柔らかく柔らかくやってればだんだん浮いてくるんでね。おお、なかなか突っ込みがいいですね。さっきよりサイズ上がったんじゃないかな。おお、綺麗なクロダイ。おお、またクロダイじゃないですか。しかもサイズアップしてますね。おお、ほら、これはさっきより大きいよ。小磯での浮きを使った釣りは延べ竿でも楽しめます。過去の釣り遊びジャーナルで紹介しているので、こちらも合わせてご覧ください。しっかり準備して臨む必要はありますが、いろんな魚に遊んでもらえる楽しい釣りですね。まあ、ぜひ身近な磯から、まあ、漁港の横であったり砂浜の横であったりとか、まあね、こうちょっと水深のあるところだとまたすごい可能性が高まったりするので、そういう小磯を見つけて自分で、で釣りに行ってみたらいいんじゃないかなと思います。わかりました。今日はありがとうございました。釣りを楽しんだ後にとても大事なことがあります。それは掃除。絶対に汚したまま帰らないようにしましょう。